福島から始めよう。福島から未来を担う若者たちの挑戦が始まります。シーズンオブホープ、福島の若者たち。福島県田村市船引町、ここにふるさとの土を使って作品を作り続ける若者がいます。土絵作家佐藤香織さん。大学院で壁画を学んでいた佐藤さん、ふるさとの土に目を向けるきっかけになったのは東日本大震災でした。その当時って原発関係のもので制作したりとか、そういう人がいっぱいいて、でも私は別にそういうことがしたいわけじゃなくって、きっかけは震災だったんですけど、やっぱ自分の地元の良さを発表するみたいな。2012年、卒業と同時に巨大な壁画風の作品を発表、注目を浴びました。やっぱ忘れないじゃないですか、大きくてインパクトがあると。なんか見たら絶対に忘れてほしくないなってその時思っていて。見るものを圧倒する力強さ、そこに込められたふるさとへの思い。やっぱ福島怖いからもう行けないよねとか、でもやっぱりそれって関係ないから言えることで、あ、この野郎って心の中で思うんですけど、それを踏ん張って絵に込めてるので、美しさだけじゃなくてやっぱ悔しさもいっぱい込めましたね。その時は認めてくれる人がいて、やれる環境を作っていただくっていうのはすごくありがたいし、自分一人でなんか何が何でもやってやるっていうのはやっぱり無理でしたね、多分。芸術の力で新しい未来を切り開く佐藤香織さん。目指す先にあるものは、今まで変哲もなかった風景とか地面にある土も絵にすることによって気づくっていうか、日常の風景が違った目線で見れるきっかけ作りをしていきたいなと思っています。希望の種が大きな花を咲かせる、その日まで。香織頑張れ。頑張ります。